次世代の台頭が求められる中、ついに今日75回の歴史数える日本一を決める大会の王者が決まります。全日本総合バドミントン選手権2021男子ダブルス決勝です。井上のサーブで始まりました。縦の形が攻撃の形。さあいきなり早いラリーから高野玉手がポイントを取っていきました。こうした早い展開が持ち味のペアですね。井上が26歳、三橋が24歳、先輩後輩ペアです。強打でいく。この三橋のジャンピングスマッシュが一つ井上三橋ペアの武器でもあります。思いっきりいきましたね。一つ井上前に出てきた。これは井上三橋の形です。ああいうところ井上選手うまいですよね。4人の中では最も実績があるこの井上。2018年2019年は A 代表で金子勇樹とペアを組んで男子ダブルス戦いました。その時世界ランキング7位まで上り詰めた実力者です。はい、押し込んでくる。決め切りました。さあ同点です。今のローテーション井上三橋ペアすごくうまかったですよね。こう三橋選手が落としたときに、三橋選手すっと後ろに下がって井上選手を前に行かせるようにしたんですよね。それがこのしっかりこう攻撃の形につながったので、すごくいいローテーションだったと思います。同点です。第一ゲーム終盤、前に落としました。19対18、一歩前に出たのは高野玉手。ゲームポイント。最後は触りに行った三橋のショットがネットにかかりました。第一ゲームを取ったのは第一シード高野玉手です。前に出ていきました。今度は三橋は高校時代東京オリンピックで銅メダルを取った渡辺東野の渡辺とペアを組んでいた選手です。その時にこの全日本総合でベスト8に入りました。ここは押し込んでいった玉手です。今のショットもしっかりリバースして打ってるので、相手はこう反応しづらいんですよね。ワイパーみたいにこうラケットの面をこうリバースしてストレートに打っているので、相手はクロスに来るのかなっていう構え方をしているんですけど、そこでストレートが来るので今みたいなノータッチになりますよね。三橋は緩いドロップも使いながら、腰変わった。低いレシーブです。井上前に出て自分たちの形は井上三橋、長いラリーになる。お互い前衛がよく触っています。取りました。最後制したのは井上三橋。いやー、しびれるラリーでした。そうですね、最後井上選手しっかりネットに狙って打ちましたよね。あ、狙ってましたか。はい、しっかり狙ってましたね。いやあ、そのあたりは技術を持っている元 A 代表井上です。はい、
おお、技術だ。これは前に落とした。カメラさん、今のショット、今のショットうまかったですね。おおと思わず超えてましたが自分もこう予想してなかったので。ああ、そうですか、はい、スマッシュ打つのかなと思った時にドロップショットだったので。神村さんも予想していないということは、はい、もしかしたらこの会場の中で誰一人として予想できていなかったかもしれないミサシ後ろから、あー、強打できた。玉手しっかりかわして、玉手選手飛びついてスマッシュ打ちましたよね。まだ井上選手準備してないのに、もうシャトル来てますからね。早かったですね、はい、ミサシュよく取った。耐えきれませんでした。チャンピオンシップポイントが高野玉手に灯ります。しっかり打ち切りましたね最後。第1シードとして1ゲームも落とさずにこの決勝まで上がってきました。自分たちの得意の低く速い攻撃、極めてきて決めました。この決勝もストレートで決めた。玉手崩れ落ちる。そして三橋もこの表情。初めて掴んだ全日本の全日本総合のタイトル。この決勝戦も2対0ストレートで下して高野玉手が優勝という形になりました。この試合、まあ、第1シードでみんなから優勝できるだろう、いや優勝しかないって言われてきた中で、まあ、玉手と一戦一戦ちゃんと話し合って、自分たちのプレーを出し切ることができてこの優勝につながったのかなと思います。とても嬉しいです、はい。まあ、去年ベスト16で負けてしまって、まあ、日本代表も外れるっていうことになってしまったんですけど、その分玉手と今年1年間しっかりと話し合ってこの総合で優勝っていう目標を掲げてやってきたので結果につながって本当に良かったと思います。1ゲームも落とさずにということで完全優勝と言ってもいいと思うんですが、やっぱ今回は A 代表がいないということで本当に出ていた選手全員にチャンスがあるっていう中で、まあ、1回戦から自分たちがやるべきことをしっかり出せた結果がこの、まあ、1ゲームも落とさずに、勝ち切ることができたのかなというふうに思います。まあ、まだコロナ禍ということで先が見えない状況なんですが、まあ、この結果に満足せずに一日一日を大切にして、まあ、来年の試合で2人のベストパフォーマンスが出せるようにまた一から頑張っていきたいと思います。